皆さんこんこにちは、ヤフーーニュースからです。ロイヤル・エンフィールドはイギリスで創立され1901年に初代モデルをリリースした最古のバイクブランドとして知られる現在はインドを拠点とするブランドへと生まれ変わり 幅広いモデルをラインナップしているが、中でも人気はアドベンチャーモデルのヒマラヤだ。ヒマラヤで鍛えたバイクの気になる実力。クラシカルなアドベンチャーマシンは使い勝手も極上です。数十年にわたってヒマラヤ山脈や困難な地形でテスト走行を実施。その経験がフリードバックされたロイヤルエンフィールドのヒマラヤオフロードツーリングにも対応したヒマラヤ はロイヤル・エンフィールドが数十年にわたってヒマラヤ山脈や困難な地形でテスト走行を実施その経験がフィードバックされた周作であるその特徴についてロイヤル・エンフィールドの広報担当者は次のように語るヒマラヤは舗装された路面だけでなく砂利道山道雪道などでも能力を発揮する多目的なアドベンチャーツアラーです ルックスはシンプルかつクラシカルでロイヤルエンフィールドの特徴を表現しています。またシート高が低くて足つき性がいいので誰でも簡単に乗りこなせるのが特色です。一般的にアドベンチャーバイクは大平で体格が小柄なライダーでは足つき性に難があるケースも少なくない。しかしヒマラヤは 411cc の一液糖エンジンを 搭載していることもあって、車体がスリムで、シート高も 800mm と低く抑えられている。こうした特性から、2016年の上陸以来、日本ではエントリーユーザーや女性ライダーから高い支持を獲得。特に最近は女性ユーザーが増加傾向にあるという、新型はナビゲーション機能を搭載。今回上陸した新型は、ルックスに大きな変更はないものの、 最新の排出ガス規制であるユーロ5に対応、また街乗りとオフロードのどちらにも対応するモデルであることからスイッチで切り替え可能なオフロード走行モードが標準搭載されているまた独自のナビゲーションシステムロイヤル・エンフィールド・トリッパーに対応したのも注目すべきポイントだターンバイターン方式のバイク用ナビゲーションシステムで無限大無限大マップへのプラットフォームを活用 スマートフォンにロイヤルエンフィールドのアプリをインストールしバイクとペアリングすることで使用できるツーリングユースではありがたい機能だろう。いかがでしたか本日はここまで最後までご視聴ありがとうございました。<music>